日本関東地方神奈川県横浜市ほどがや区仏、向町仏向町は横浜市ほどがや区の町名。定番を持たない単独町名である住居表示未実施。郵便番号は240-0044。2010年12月、西部地区の新興住宅地を中心に住居表示が実施され、ふつむきに誌として分割されたが、ここでは従来通りのまま記載する。 ほどが役西部に位置し、面積は1.812平方キロメートル。面積、人口とも、ほどが役最大の町である。町の北東には、相鉄本線が通り、町内に和田町駅がある。南端には、横浜新道が通り、星川町と東戸塚駅とを結ぶ路線バスが運行されている。また、写真のように、 NTT コミュニケーションズのコンクリート製の高さ103メートルの巨大な無線中継所があり、町のランドマークとなっている。町の中央部を東海道貨物線が通るが、町内には駅は設けられていない。かつて町の西部には栗田工業横浜研究所や日本カーリッとほどがや工場があったが、栗田工業は1985年に厚木下森の里に移転。 日本カーリットは1995年に群馬県渋川市に移転した。跡地は新興住宅地として開発されたが、日本カーリット工場跡地の一部が立花の丘公園として2011年に開園し、創業当時の遺構が保存されている。住宅地の地下は2017年1月1日の工事地下によれば、ふっつ向かい町あざまえ 高知239番1地点で18万3000円、平方メートルとなっている。町名の由来は、新編武蔵風土気候によれば、富つに備える食物を意味する物証から来ているとする説がある。古くは、吉祝郡富津向村で、1889年4月1日に、坂本村と合併、矢崎村となる。矢崎村は明治42年に、ほどがや町と合併。 小戸ヶ谷町大技ふつむきとなる。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。かつては横浜新道場にふつむ海町バスストップが存在したが、6車線化工事に伴い廃止された。ありがとうございます。